はい、スーパープリンセスピーチやっていきたいと思います。ピーチ、前回ね助け出てなかったキノピオは助けましたなんか泣けばよかったみたいです。言い方だよね、泣けばよかったって。もう本当に泣けばよかったみたいで、500円あるんでこれ買いましょう。はい、やっぱ49円しかない、貧乏ですね。下出す B ボタン押す、できるかなそういうの忘れちゃうんだよね。はい、よし行きますよ、レッツゴー。上に上がっていく系ね。うわ苦手です、私こういうの。あちょっと待って待って、おかしいおかしい、ちょっと待って。1枚まで行けば普通にジャンプ。ねえ本当にさって一番上まで行きます、ジャンプします、こうか。理解はしましたでもこれさ、キノピオどこにいんだろうね。うわ泣かないで、はい、私の方が泣きたい。泣きたい。うわ一向に進まない気がしてきた、やばいな。横スクロールで追われるのも苦手だけど、こう縦にねこう追われていくのも苦手ですね。よいしょ、あ回復ある、もういいや。やばみ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 、よし死んじゃうよ、早く次のとこ行こう。よしこれでもう最悪死んでもいいですね。なにこれ、ミニゲーム、ミニゲーム、入れないのこれ、入れなさそうですね。ちょっと待って、ちょっと死んじゃう。なんか上から行けそうだったからさ、このピー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 、あ、待って、降りちゃった。大丈夫かな、最悪なんだけど。湧いた。はい。これ絶対上行った方がいいよね。ハート出ないかなって思うんだけど。出ないですね。触れないようにね。よいしょ。ちょっとうるさいですよね、このピーピーピー。ごめんなさい。よいしょ。うわ、危ない。最悪。泣くんだ。泣けばいいんだ。言い方だよ。泣けばいいって言い方よくないよね。あ、待って、本当に嫌だ。頑張って、ピーチ。正確に私が頑張れって感じだよね。お前が頑張れよってね。本当その通りだと思う。泣きます。おお、ギリだねとてつもなくギリじゃん。もう何もないのかな、これないっぽいですね。よし、マジ回復欲しい、回復回復、悪魔、上に回復ない、回復、これ回復なしはきついですよ。はい、あれ、どういうこと、これ叩いたら出なかったっけ。怒る
怒るだったわ。ブチギレマンね、はい、お金だけか。あったあったあった、ハートあった、ハートあったあった、うん、よし、これでいけるね。余裕です。何あなた。変なコウモリがいっぱいで通れない。確かコウモリは火に弱いはずだからさ。ここね、ブチギレ。はい、なるほどね。あ、上にいるキノピオ。ちょっと待って、あれ待って、できない。あれ、あー戻っちゃった。下手すぎて震えるよね、ほんとに。え？むずくない？これもっと助走が必要なのかな。その辺の子供の方が絶対うまい。頑張ってピーチ。でもこれ技じゃどうしようもできないもんね。いけたー、は。戻らないで。よし、やっとですよ。これは風でしょ。オッケー。1ステージ何分かかんのよってね。なんかコメントいただいてて、なんか結構なんて言うんでしょう、グロテスクというか、なんかこう集合体恐怖症の人にはきついステージがあるらしいですね。私は意外と、まあ、その集合体とかは別に、まあ平気っちゃ平気な方かなと思うんで。待って、これ帰るのって何、そこからしか帰れないの、絶望じゃん。いや、今のいけたって。なんの、判定がシビア。うん。ふう。さあ、あと一人ですよ、助けるのは。何？あなた何？一体。これなんだっけ？はい。飛びます。いた、めっちゃいる。えい、さ、何これ、いた、何遊んでんのあなた。ここなんか一番難しいかも。山での中でも。何？え？何の意味が？あ、捨てちゃった。何の意味があったの？え？こうで上から行くのね。はいはい、冷静にね。はいはいはい、頑張って。はい、また入れた。行くよ。はい、あ、
極端じゃない1ってね1はちょっと極端だと思うのよ。まあいいわ、うん、レッツゴー。またいる。サクサクいくよ、サクサクね、うん、いった、あ、入れた。何？あ、上っぽいな。上っぽくない。だってあれ、泣いていけってことじゃないの。いた。いた。上だな、これ完全に上だよ。でもさ、泣いてここまで走れます？結構違和感。てか疑問。いや、だって一緒のタイミングでジャンプしないで、最悪。もう一回やってみましょう、とりあえずね。ほいほいほい。ねえ。ダメじゃん。あ、そうなのね。敵には触れちゃダメなのね。え、シビアじゃない？結構。敵に触れちゃダメ？なんてでもジャンプってできたっけ？できる。いけた。あ、いた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 。よーし。苦労した甲斐があった。戻れんのかい。だって死んじゃう、死んじゃうから。よいしょ。すぐピンチになるよね、うん、まあでもそれが私、うん、よし。何これ、知ってるかさ。この喜怒哀楽島のどこかにとても珍しい敵がいるという噂。星の形をしたとても素晴らしいやつで、毛利の森、スイスイビーチ、シクシク氷山で見かけたと聞いたことがあるかさ。へえ、まあ、これはここにいる、今すぐいますよっていうフラグですよね。え、何それ、倒さなきゃいけないの？倒せる気がしないね。星の形をしたやつでしょ、でも。もうゲージがないよ。あ、でもキノピオ終わった、余裕でしたね。いけんのかい。何この人、人じゃないんだけどね。食べてやる。え、でももうあとはさ、クリアに行けばいいだけでしょ。よいしょ。いけんのかい。これだけ見たらピーチだいぶストレスよね。うん。日々ストレスすごいんだろうな、みたいな。うわ、怖い、何？怖っ。いた？これ、こういうことね。あー、ちょっと、ほんとに下手くそ。ほ
ったよ。はい。ちょっとやだ。ほんと、ほんとあんたたち嫌なんだけど。はい。なんか降りちゃうんだよね。ほら。邪魔。もう投げ倒す。あ、くそ。やばい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 。やばいやばいやばい。ここまで来て死にたくない。もう飛ぶ。飛んだ方が絶対早い。ほら終わりだもん。こあんなとこで死んだらたまったもんじゃないですよね。なんで。はい。なんとか行けましたね。あーボス戦だ、怖い。レッツゴー。タッチペンだって。足場を回しピーチが障害物に当たらないように上を目指しましょう。え、どういうこと？え、どういうこと？こういうことか。あ、ごめん、当たった。あ、理解した、理解した。出てくるタイミングを見計らって、回しなさいよって。結構むずくねえか。結構むずいけん。いけいけいけ、早く。よーし。はい。この向こうにここの主のフクロウがいるかさ。え？空中戦ではやつが有利。こちらも木状態でやつより高く飛び上がって。ああ、なるほどね。めっちゃむずいじゃん。ね。かわいい。思ったよりガチフクロウ。ね。何それ。こういうこと？でもこれって、ああなるほど、卵が出てくるからこれを割って出てきたやつを、あれ食えないぞ。え？なるほどねー、理解しました。おい、あ、もう大丈夫、大体よかった。おら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 。え、なんで。よし、なんか回ってる。ねえねえそれ。おお。え？この状態でまた戦うの？ピーチ大変。ちょっと待って、やだやだやだ。ほんと嫌。おい、まずいな。もうちょっとでいけそうなのに。死んじゃった。いや、いけそうだったよね。いや、悔しいかっさ。これからなの。あ、これ飛ばしてくれるの、よかった。ちょっと待って、やり方分かったからもう恐れることはない。うん、ガンガン行こう。最初から飛ばしていくぞ。よし、はい。
ろう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 。待って、秒じゃない？結構早いよね。どんだけ卵硬いんっていうね。さあ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 。あ、くそ。たた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 ボーン。あと一発やね、あと一発。痛い。痛い。悪夢。あー、ちょっと卵気をつけて、卵気をつけていこう、卵気をつけていこう。よし、めっちゃギリギリ。またこれなんだ。まあ、また同じ夢だ。むにゃむにゃ。また同じおじいさんよ。じっちゃん、そうだ、この人は僕のじっちゃんだ。そうなんだ。間違いない。背中におんぶされてよく山に遊びに行って楽しかったな。何、悲しい過去が何かなのかしらね。じっちゃん元気かな。じっちゃん、何、重要人物。よし、エリア3まで来ましたよ。うわ、エリアさん、ちょっと雰囲気私好きよ。楽しみ、レッツゴー。ほら、なんかダークな感じで。あなた知ってる、生き返るんでしょ。知ってるわよ。私だって一応マリオはやったことあるんだから。よいしょ。何あれ、何あれ、気になる。何あれ、飛んでみる。ん、いた。結構簡単にいたね。あ、もう何もないんだ。食べれないのちょっとあれだな。よいしょ。え、かわいい。この扉入るときかわいくない？動きがめっちゃかわいい。え、待って。何？おい。すごいすごい。お金お金お金。あなた何？開いた。踏めなかった。踏めると思ったんだけどな。え、何？わあ、見えない。そういうのがあるんだ。わあ、いたし。これは、普通にプレイしてた私は見つけれないと思う。なんか動画でやってると、ちょっとちゃんと見なきゃみたいに思うから。見に行けるけど。よいしょ。ボール持って行きたいわ。ね。お邪魔よ、お邪魔よ。はい、お邪魔よ。私の大好きテレサだ。テレサかわいいよな。まあ、マリオの世界だったら一番私は好みかもな、ビジュアル。そのグッズとか、でもグッズってなると私はピーチの方が買ってるかもしれないな。えっていうね。いや、子供の頃ですよ。よいしょ。何これ。
能力ゲット、左右のボタンで速度調整。え、サクサク、え、難しくない？はい、なんかカービィみたいカービィにこういうのなかったっけ。あ、かわいい、待って、ジャンプめっちゃかわいい。え、好き好き。え、ずっとこ好き好きとはびっくりしたわよ。あんまスピード出しすぎも良くないのかな。てか背景が綺麗。よいしょ。おお。おおなのか？泣いてる。いた。ねえ、何なの？あ、ここが入り口につながってるとこね。え？ゴールなんですけど。ちょっと考えろ。どこを私は行ってない、今回。事象全部回ったつもりだったんだけど、回れてないってことだよね。よいしょ。ここって、あ、上じゃない？上。上行ってないわ。そういうことね。俺いらっしゃる？あ、いたー。よかったです。うん。え、これどこ行くの？あ、ここに来るのね。よいしょ。でももう任せてって感じ。もう行く場所は分かってますから。秒ですよ、秒。はいはいはい。よいしょ。早くない？なんか慣れると私もね、意外といけるの。ねえ、テレサ。何？かわいい。あの、向いたら来なくなるのめっちゃ可愛くて好き。よいしょ。もう一回これやるのか。大丈夫？いや、冷静に行けば大丈夫。うん。なんでージャンプが足りなかったってことよね。頑張ろう。大丈夫、いけるよ。冷静冷静。うん。2回目でさっき行けたんだから。もうコインを取ろうとか思わない。うん、はい。はい。よーし。はい。なんで？今回全部1なんだけど。大丈夫かしら全部1で。で、2まで行っちゃおうかな。ね。レッツゴー。なんか今んとこ1動画でさ、1ステージぐらいクリアできてるから、1ステージというか、マップ1、1つね。うん。今いる部屋の中にキノピオや大事なアイテムがあると、その辺、あ、そうなの？知らなかったです。そうなんだ。教えてくれてたんだね。もっと早く教えてよ。もっと早く教えてくれたら、私もうちょっと苦労しなかったのに。あ、ビックリマークさん落ちてる。ほんとだ。あ、ここにもビックリマーク出してるわ。ん？でもここってそれっぽい場所ありました？いた、何？え、でもここって、くそ、こんな野郎、こんな野郎、お前こんな野郎、死んじまうだろう。ムカつく。あ、終わった。え、倒せないのこの人って。倒したい。いや、絶対倒せると思うんだけど。今だ。あれ
ん、今キノピオの声したぞ。どこだ？キノピオ？声はするんだけどどこかがわからない。ダメだ、倒せないこの人。キノピオどこだ？これマジでわかんない、どこだろう。なんかだって壊せる場所あります？ここ？ちょっと来ないで、こっち打ってほしい。なんかほら泣いてる。キノピオの鳴き声は聞こえるのよ。あ、いた。わかった、こうだ。お願い、間に合い。よし。あー、いたわ。上か。もう声聞こえてよかったよね。声聞こえなきゃ無理よ、あんなの。じゃああの方は関係ないのね、あの火の玉の人は。ここにもいると。どこだ？テレサおどき？私ボール取りたいからおどき。ちょっとテレサ、テレサ、あなたね、ちょっとやめなさい、本当に意味ないわ。何これ、ん？ちょっとテレサが邪魔くさい。可愛いテレサにそんなこと言いたくないけどね。ああ、何鳴き声する。どこ？上？飛ぶわよ。違うじゃない。どこにいるの？泣いてはいるから。いたー、なるほどね。むずい。これはむずい。邪魔よテレサちゃんたち。んで？あ、待って、ここの部屋にいるかどうか見てなかった。いるのかな。下画面チェック大事ですよ。え、待って、さっきの部屋またピコンとしてたよ。この逆にこの部屋ピコンとしないんだけど。あ、わかった、こうでしょう。はい、理解理解。はい、これが結構簡単ですね。安直って感じ。よいしょ。で、開いたと。はーい。でもあと一人救わないとな。あ、やだやだやだ。あこれビヨンってならない床だったらありがたいんだけどね。うわー、もう本当に、なんだろうね、敵よりもこういうのが一番の私の敵ですよ。なんで？最後の一個がダメだな、毎回。はい。はい。はい。
はい。なるへそ？笑って。これもう笑ってもらうしかないんだけど。はい。はい。はい。ああ、はい。これなんでここにあるの？帰る、帰る人よ。あれ？ピーチさんがさ、ピコーンみたいな顔しないんだけど、一切。ここかな？あ、ピコーンでした。いるっぽい。上？ちょっと見づらい。やめて。もう投げないで。なんぼもの。ここにもこれあるよ。まだ使ってないからな。合ってんのかな。あ、いた。はーい。じゃあ、またゴールするだけですよ。よいしょ。なんか今にも崩れそうな足場があるかさね、振動を与えたら落ちちゃいそうだから、ゆっくり乗って LR 押しながら、そーっと歩く。なるほどね。え、どういうこと？ LR？ こういうことか。よし、スター取るぞ、最後ぐらい。なんで？まあ10ならいいや。はーい。ということでね、3の2まで行きましたね。まあでも今回は無事にね、どのステージもキノピオを見つけれてるので、それが一番良かったですね。はい、ということで、この辺で終わりまして、ちょっとお店だけチラ見しとく。なんか増えてる？増えとらんのかい。閉店しなさい。あ、待って。なんかありそう。7って書いてあるよ。ありそう、ありそう。ちょっと待って。もう一回お店見よう。よいしょ。ページ切り替えをしながら、キノピオジャンプレベル2。あ、パズルのピースとかが。あ、なるほどね。BGM が手に入ると。待って。これは買わなきゃ。これあ、どうやってそのさ、ゲージとかさ、 HP 増やすんだろうと思ったら金か。この世はお金。はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。